この続きをやってみたいと思います。また聞く。あ、クは上でした。ブロ、タネ、ノリ、クズ、タキ、キロ、ロは左でしたね。左の中指一つ、オンポジションが一つ下げるやつです。ムは、右手ですね。リ、ク、あ、クキ、あ、キ、ダテ、スデ、ギ、ギと手は上の段じゃないで、本ポジションのままでいいんです。リ、クル、あれ、ク、クル、エスギ、なた、キク、クは、クは、右手の中指、上の段です。ムは、右手、左手、左手、右手、左手というのは同時打点じゃない、打点じゃなくてです。他の指がどっちかということなんですが、タは、左、右、左、ク、右、左、あ、り。りは、あ、り。右、左、右です。結構左右を判断するだけでも脳が結構使うなと思いました。左、右、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 
右左といっての親指シフトではないです。親指シフトではないですじゃなくて、親指じゃなくて、親指がどっちかというわけではなくて、親指以外の指がどっちなのかというのを言っています。もう一度やってみたいと思います。なお、左、右、右、右、左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 、右、右、左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 、右、右、右、左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 、右、右、
と思いまして、もう一度、でも、インナバでやった方がかえって覚えが早くなるのかもしれませんが、もう一度やってみたいと思います。左右脳を見せてやるっていうのは結構大変ですね。もう一度やってみたいと思います。左右右左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 右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 右右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 
右、左、右、右、左、右。おぉ。ああ、なんとかノーミスでいきました。次の問題やってみたいと思います。長い目が終わりましたね。今入門編の中指の練習、入力練習は終わりです。続いて中指の練習を行いますが、初級編2の練習問題51から53で力試しても良いでしょうというふうになります。そこまでもやっちゃったんですかね。まだ30問ぐらいなんですが、まあ、次の問題いってみたいと思うんですが、今度は薬指で打つ薬指の練習を入ります。薬指ですね、今は中指だったんですが、薬指は動かしにくい指ですから比較的使用度の低い文字が配列されています。手全体で動かすのではなく、指で打点して本文章から指がずれないように、薬指がスムーズに動くようになるまで練習しましょうとあります。これはどっちだ、右ですね。左、今度は左。これは同時打点ですかね。あ、あ、あ、ポ、ポーズ、ポー、ポー、ジガ、ジビ。これはもう残り時間、これで練習しようかなと思います。今、時間は6分ですね。このバンディーカムで、このバトンをやってしまうと、せっかく、入れた音声が消えてしまうということが過去に4回ぐらいありましたので、今度は気をつけたいと思います。この録音をやめるには F12 を押せば消える、録音が止まるので、それを活用したいと思います。戻すときは、最初からボタンを押して戻すようにしたいと思います。もう一度やりたいと思います。いつ、この同時打点ですね。まあ右手の同時打点です。要は、今度は左の同時打点です。今度はクロスするというか、左手の親指をと右手の、なんていう人、薬指ですね。で、同時打点をやります。左手の親指と右手の薬指の同時打点です。こう、ず、こう、ぞ。今度は、逆で、左手の薬指と右手の親指の同時立てして字を出すというやつです。もう一度やってみたいと思います。いつ、いい方。こういう風にやると結構簡単なような感じがするんですね。ですが、実際にやってみるとなかなか難しいのです。あ、ポーズ。よし、何度かやってみたいと思います。何度もやりたいと思います。こういうふうに早く打ったとしても、なかなか指が動いてるだけで、頭に入っていないので、それが結構、なんていう、今でも親指シュートはもう結構打てるようになったんじゃないかというふうに錯覚をするんですが、こういうふうに早く打てるのは、ただ単に指がこういうふう動きをすればいいというようなことで、やっているだけで、頭に入っていないんですよ。あとか絵というふうに打ってくれと言われて、真っ白な紙に例えばあと小さいよし打ってくれと言われると、どれだったかなというふうな感じになってしまうのです。まあ、とにかくまあこれは全く意味がないというわけにはないんですが、しかし声に出してやればいいかもしれないですね。まあ小さいよ、まあよはあ、え、あ、ぼ、今度は左手の親指と右手の指の同時立てですね。ぼ、ず、ぼ、ぞ。今度は、右手の親指と左手の指の同時立てです。じが、じび。まあ、もう一度やってみたいと思います。いつ、いほ、しかし、ひ、まよ、ま、違う。さよは、あ、え、あ、ぼ、ぼ、ず、ぼ、ぞ。ジガジビ、もう一度やってみたいと思います。イツイホシカシヒマヨマヨアアク、言うのも難しいね。まあ